広島の南中部に位置する竹原市。歴史ある町並みとウサギと出会えることで知られる大船島を巡りました。旅の始まりは瀬戸内海を一望できるカフェホクストンでブランチ。目の前に瀬戸内海が広がるくつろぎの空間で自家製のベーコンとソーセージのハーフ&ハーフピザをいただきました。フェリーに乗り大船島へ。かつて毒ガスの製造工場が建てられていたことから、その実態を隠すため地図から消された島とも言われています。現在は国立公園に指定され、500羽を超えるウサギと瀬戸内海の美しい自然の中で触れ合えるウサギの島として人気のスポットになっています。島唯一のカフェウサンチュカフェへ。名物のウサギの鼻くソフトクリームは思わず写真を撮りたくなる可愛さで、甘みとぶどうの爽やかな酸味が相性抜群です。ソフトクリームを食べながら島を散策。のんびりとした島の雰囲気をたっぷり堪能しました。京都下鴨神社の荘園として栄え、秋の小京都と呼ばれる竹原の町並み、華やかなお屋敷などが今なお保存されています。趣のある建物が立ち並ぶ町並みを歩けば、まるでタイムスリップしたかのような気分を味わえます。そして竹原といったら忘れてならないのが竹です。竹原町並み竹工房を訪れました。竹細工体験に挑戦。職人の丁寧なアドバイスを受けながら40分かけて完成しました。できました。竹籠や置物などの竹工芸品の展示販売も行っています。旅の最後は藤井酒造酒蔵交流館へ。江戸時代末期に建てられた酒蔵の一角を改造したというお店は、150年余りの伝統を物語り、ほんのりとお酒の香りが漂っています。おすすめは龍勢という辛口の純米吟醸。明治40年に開催された第1回全国清酒品評会で最優秀第1位を受賞されたとのこと。美味しい。お酒のほか酒粕を使用した化粧石鹸やお酒に関連したお土産も。趣ある街並みと美しい瀬戸内海に包まれた竹原市。ゆったりとした時間の中で歴史と伝統に触れ、心落ち着くのんびり旅を。